music, start! この世界も俺に答えているのか。
元気がないの？私が作ったスパイシードリンク飲んでみて。シャキッとするよ。このままだと…くん…Thank you.
殻の匂い、不思議だ。
やっ、くれ。用意はとっくに。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？
具材だ。面白いものを探しに行こう。これ。
はっ。収納できる。守るかくん。
消えるんだ。
元気出してよ。行くか。腹減った。
ミュージックスタート。がいれば。ああ、こんな時に助手がいれば。この状況は思ったより厄介だ。放浪寮はモンドの人でもあまり足を踏み入れないところなんだ。モンドからそう離れてないけど、開拓されてないから生態系が原始的で大自然って感じの場所だぞ。まさに弱肉強食の世界。スライムもかなりでかい。ほらちょうどこんな風に巨体。
心配ない。狼は友達。お前たちは誰だ？オイラたちはただの旅人だけど。お前たち普通じゃない。でも知ってる匂いがする。知ってる匂い？騎士団だろ。騎士団に友達いる。俺レザー。お前も騎士団の一員なのか？騎士団とは関係ない。ああ、狼は家族。家族？家族。俺を育てた。一緒に暮らす家族。なんか複雑な事情がありそうだな。彼らに怒られた。お前たち助けるために待ち伏せバレた。そうだったのか。じゃあ旅人が手伝うっていうのはどうだ？旅人もなかなかやるぞ。やめておく。騎士団の友達が手伝うといつも狼が腹すかせる。遠慮するなよ。満足させてやるから待ってろ。うさぎなに。ほら捕まえてきたぞ。ありがとう。でも俺たちなら五六頭は捕まえる。それだと飯食えない狼出てくる。そうなのか。気にするな。ありがとう。騎士団の赤い熱い女の子。その友達よりやる。彼女なら山を燃やす。イノシシ捕まえない。そろそろ行く。ここ安全じゃない。お前たちも気をつけろ。変わったやつだったな。そういえば騎士団にいる赤くて熱い女の子って誰のことかわかるか？